川口と沿岸帯、水圏生態系の一部水圏生態系とは、水域にある生態系のことで、水海生態系とも呼ばれる。水圏生態系の中では、生物の群衆が、お互いに、また環境にも依存して生活している。水圏生態系には大きく分けて、海洋生態系と淡水生態系がある。海洋生態系は、 すべての生態系の中で最大のものであり、地球表面の約71%を占め、地球上の水の約97%を含んでいる。世界の純一次生産量の32%を生産する。炭水生態系とは、水中の養存化合物、特に塩類の存在で区別されている。海水中の養存物質の約85%はナトリウムと塩素である。 海水の平均の塩分は35パーミルである。実際の塩分は海洋生態系によって異なる。海洋における生息地の分類海洋生態系は水深や海岸線の特徴によって多くの区域に分けられる。外洋域はクジラ、サメ、マグロなどの動物が生息する広大な海洋の部分である。低層は多くの無脊椎動物が住む。 水面下の生息環境で構成されている。長官帯は満潮線と干潮線の間の領域で、この図では沿岸帯と呼ばれている。その他の沿海域には川口、潮沼、珊瑚礁、ラグーン、マングローブ湿地などがある。深海では熱水噴出口があり、そこでは化学合成用細菌が食物網の基盤を形成している。 海洋生態系で見られる生物の綱には、滑走、渦弁モモ、サンゴ、頭足類、極秘動物、サメなどがいる。海洋生態系で捕獲された魚類は、野生生物から得られる、商用食料の最大の供給源である。海洋生態系に関する環境問題には、持続不可能な海洋資源の利用、海洋汚染、気候変動、沿岸域での造成などがある。 淡水生態系淡水生態系は地球表面の0.78%、総水量の0.009%を占める。淡水生態系は地球の純一次産出量の約3%を生み出している。淡水生態系に世界の魚類の41%が生息している。淡水生態系には基本的に3つの種類がある。湖の3つの主要なゾーン。 湖の生態系は区分できる。一般的なシステムでは湖を三つの水域に分けている。一つ目の水域である沿岸域は低線近くの浅い水域である。ここでは根を張った湿地植物が生息している。沖合はさらに海水域と浸水域の二つの水域に分かれる。海水域では太陽光が光り合成藻類とそれを餌とする種を支えている。 浸水域では太陽光が利用できず、食物網は沿岸域と有リ層から入ってくるデトリタスを基礎とする。一部のシステムでは他の名称を使用する。沖合の水域は沖体と呼ばれ、向こう層は深底体と呼ばれることもある。沿岸域から内陸部には湖の存在によって影響を受ける植物が存在する水辺を確認できる。 湖全体の生産は沿岸域に生育する植物の生産と海水域に生育するプランクトンの生産が組み合わさっている。湿地はほとんどの湖岸に沿って自然に形成されているため湿水域の一部といえて湿地と沿岸帯の幅は低線の傾斜や年単位の水位の自然変化の程度に依存する。枯れた木は湖岸の風筒木や洪水の際に運ばれた丸太などで この水域に集められることが多い。この流木は、魚類や映像する鳥に、重要な生息地を提供するだけでなく、湖岸線を侵食から保護している。湖には二つの重要な副分類があり、一般的には、湿地との移行途中の、小さな湖である池と貯水池である。長期間にわたって、湖やその中の湾は徐々に栄養分を蓄え、有機物の堆積物で、 ゆっくりと満たされていく。人間が流域を利用すると、湖に流入する土砂の量がこの過程を加速させることがある。湖へ堆積物や栄養素を加えることは、不栄養化として知られている。土は浅く静止した水、低湿地、水生植物のある淡水の小さな水池である。池はさらに、植生域、海水域、停電。 極表面水の四つの水域に分けることができる。池の大きさと深さは時期によって大きく変化することが多く、多くの池は春の河川氾濫によって作られる。食物網は浮遊性の藻類と水生植物の両方に基づいている。いくつか例を挙げると、藻類、カタツムリ、魚、カブトムシ、水生昆虫、カエル、カメ、カワウソ、マスクラットなどを通常 多様な水生生物がいる。頂点の捕食者には、大型の魚、サギ、または、ワニなどがいる。魚は、両生類の養成を捕食する主要な捕食者なので、毎年干上がって生息する魚が死んでしまう池は、両生類の繁殖のための重要な避難場所となる。毎年完全に干上がってしまう池は、バーナあル池として知られている。ワニの穴やビーバーの池など、 動物の活動によって作られた池もあり、景観に重要な多様性を与えている。河川生態系の主要水域は川床の勾配や流速によって決まる。動きの速い乱流水は一般的に溶存酸素濃度が高く、水たまりのように動きの遅い水よりも生物多様性を支えている。これらの区別は河川を高地の河川と低地の河川に分けるための基礎を形成している。 カシハヤ市内の河川の食物基盤は、ほとんどが樹木に由来するが、より広い河川や、林間のない河川では、食物基盤の大部分が草類に由来する。作家製魚種も重要な栄養源となっている。河川に対する環境の脅威には、水の損失、ダム、化学汚染、外来種などがある。ダムは、負の影響をもたらし、それは流域にも波及する。 最も重要な悪影響は湿地帯にダメージを与える春の洪水の減少と三角州の湿地帯の損失につながる土砂の対流である。湿地は飽和土壌に適応した遺ん多和植物が優先している。湿地には主に4つの類型がある。昇拓地、低湿地、低層湿原、高層湿原である。湿地は水と土壌が近いため、 世界で最も生産性の高い自然生態系である。そのため、湿地は多くの植物や動物の種を支えている。その生産性の高さから、湿地はしばしば堤防や排水口を持つ乾燥した土地に変えられ、農業目的で使用される。堤防やダムの建設は、個々の湿地や流域全体に悪影響を及ぼす。湿地が湖や川に近いということは、 人間の定住のために開発されることが多いことを意味する。ニューオリンズ周辺のルイジアナ周沿岩はよく知られた例であり、ヨーロッパのドナウデルタもその一つである。水圏生態系は多くの重要な環境機能を果たしている。例えば、栄養の再利用、水の浄化、洪水の抑制、地下水の汎用、野生生物の生息地の提供などである。また、 水権生態系は人間のレクリエーションにも利用されており、特に沿岸地域の観光産業にとって非常に重要な役割を果たしている。水権生態系の健全性は生態系がストレスを吸収する能力を超えた時に低下する。水権生態系へのストレスは環境の物理、化学、生物的変化の結果という可能性がある。物理的変化には水温、水流、 光の利用可能性の変化がある。科学的変化には、生物に刺激を与える、栄養素、酸素消費物質、毒素の不加速度の変化がある。生物学的変化には、商業種の収穫過剰や外来種の侵入が含まれる。人口は、水肩生態系に、過度のストレスを与える、可能性がある。過度のストレスが、負の結果をもたらす例はたくさんある。以下の3つを考えてみよう。 北アメリカの五大湖の環境史は、この問題を説明しており、特に水質汚染、過剰収穫、外来種などの複数のストレスが、どのように組み合わされるかを示している。イングランドのブロードランドノーフォークでは、水質汚染と外来種による同様の衰退を説明している。メキシコ湾沿いのポンチャートレーン湖は、堤防建設、小宅地の伐採、外来種、塩水の侵入など、 様々なストレスの悪影響を示している。生態系は生物の相互作用と非生物環境因子によって構成された生物群集から構成されている。水肩生態系の重要な非生物環境因子には、気質の種類、水深、栄養需要濃度、温度、塩分、流れなどがある。これらの要因の相対的重要性を決めるのはかなり大規模な実験を行わないと、 難しいことが多い。複雑なフィードバックループがあるかもしれない。例えば、堆積物は水生植物の存在を決定するが、水生植物は堆積物を捉え、データを介して堆積物を増やすこともある。水域の溶存酸素量は、水域の有機物の範囲と種類を決める上で、重要な物質であることが多い。魚類は生きるために溶存酸素を必要とするが、 低酸素に対する耐性は種によって異なる。植物はしばしば通気組織を作らざるを得なくなるが、葉の形や大きさが変化することがある。逆に、酸素は、嫌気性細菌の多くの種にとって致命的である。栄養レベルは、多くの種の藻類の豊富さを制御する上で、重要である。窒素とリンの相対的な豊富さは、事実上、藻類の どの種が優先するかを決定することができる。藻類は水生生物にとって非常に重要な食料源であるが同時に藻類が過剰になると腐敗した時に魚の減少を引き起こす可能性がある。メキシコ湾などの沿岸環境における藻類の同様の方は腐敗時にデッドゾーンとして知られる水の低酸素域を生成する。 水域の塩分は水域に生息する生物の種類を決定する要因でもある。海洋生態系の生物は塩分に耐性があるが、多くの淡水生物は塩分に耐性がない。河口やデルタにおける塩分の程度は湿地の種類や関連する動物種に重要な影響を与える。上流に建設されたダムは春の洪水を減少させ、土砂の体積を減少させ、 その結果、沿岸湿地に塩水が侵入する可能性がある。灌え目的で使用される淡水は、淡水の生物にとって有害なレベルの塩分を吸収することが多い。生物の特徴は主に現れる生物によって決まる。例えば、湿地の植物は堆積物の広い面積を覆う密な多いを形成したり、カタツムリやガチョウが大きな干潟を残して、 植生を食べることがある。水生環境は酸素濃度が比較的低く、そこに生息する生物は適応を余儀なくされる。例えば、多くの湿地の植物は酸素を根に運ぶために通気組織を作らなければならない。他の生物の特徴は、競争、共生、捕食の相対的な重要性など、より微妙で測定が難しい。カタツムリ、ガチョウ、 哺乳類を含む沿岸の草食動物による捕食が支配的な生物学的要因であると思われる事例が増えてきている。独立栄養生物は無機物から有機化合物を作る生産者である。草類は太陽エネルギーを利用して二酸化炭素からバイオマスを生成し、水生環境でおそらく最も重要な独立栄養生物である。 水深が浅ければ浅いほど根を張った浮遊する異関多葉植物のバイオマスの寄与が大きくなる。この独立栄養バイオマスが魚類、鳥類、両生類、その他の水性の種に変換されるため、これら二つの資源が組み合わされて、川口や湿地の驚異的な生産量を生み出している。化学合成細菌は海洋の低生成体系に生息している。これらの生物は、 熱水噴出口からの水に含まれる硫化水素を餌とすることができる。熱水噴出口の周辺には、このバクテリアを餌とする動物が多く生息している。例えば、体長1.5メートルの巨大、チューブワームや30センチメートルのアサリなどがいる。従属栄養生物は、独立栄養生物を消費し、体内の有機化合物をエネルギー源、また原料として利用し、 自らのバイオマスを作り出す。公園性の生物は塩に耐性があり、海洋生態系で生存することができるが、共園性や塩に耐性のない種は淡水環境でしか生きられない。ありがとうございます。